どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、スクリームから参戦した、ゴーストフェイス、を解説していくよ。ゆっくりしていってね。今回のゴーストフェイス派映画の、スクリームとのコラボになっていますが、正しくハマスクを作った会社とのコラボらしいです。そのため背景で書かれていることは映画とは違う話となっているため、オリジナルに近い内容になっています。それでは背景について見ていこう。夜にフードをかぶった人影が住宅に侵入する映像をオルセンが制作すると、ローズビルの人々はパニックに陥った。闇の中で白く不鮮明に映るマスクをつけた顔が一瞬カメラを見つめ、家の中へと消える。ゴーストフェイス、カメラに捉えられる。それがオルセンの書いた記事の表題だった。その時オルセンは自分の仕事を誇りに感じ、ゴーストフェイスの話に恐怖する街を見て楽しんでいるようだった。数週間後、オルセンは仕事場の机の上にメモを残して姿を消した。記事は気に入ってくれたかな。物語を現実のものにするのは楽しかったよ。残念に思う必要はない。物語にはまだ続きがあるからな。ジェド、オルセン。ジェド、オルセンが逃亡中という理由でローズビル警察は依然としてコメントを拒否している。ダニーは笑うと新聞紙から記事を破り取った。捜査機関がダニーを追っていたその時、すでにダニーは荷物をまとめ、迅速にローズビルを後にしていた。ダニーが起き上がると、ベトベトした椅子に肌が張り付いた。耐え難いほどの湿気を感じながら寝室へ入っていく。結露が湿気で曇った小窓へ垂れ落ち、破れた壁紙が剥がれてぶら下がっている。花柄模様のその壁紙は、不気味な写真や新聞の見出しで覆われている。ダニーは引き裂かれた頭皮の写真の上に、1週間前の記事を押しピンで留めた。空腹によるわずかないの痛みを感じ、最後に食事を取ったのはいつだったかと考えた。今朝、ナイフと服を洗っている時？それとも昨晩、街で少女をつけ狙った後だったか？はっきりとは思い出せなかった。ダニーは一歩下がると、壁に貼った自分の作品に見とれた。心を空っぽにして、自分の書いたすべての記事や練り上げた物語、そして実現させた場面の数々を思い浮かべた。身体に震えが走る。寝室に吹き込んだ冷たい風が湿気を冷やし、不透明で凍りつくような霧が現れた。女の金切り声が上がり、ダニーの足元で落ち葉がカサカサと音を立てる。ダニーは期待に胸を弾ませて微笑んだ。自ら事件を起こし、それによっての記事を作るという何とも言えないキラー。霧の空間を楽しんでる唯一のキラーと言ってもいいかもしれないね。ゴーストフェイスの基本能力波、移動速度波秒速 4.6 メートル、脅威範囲波32メートルで背波標準的となっている。特殊能力波、闇の包容を使った隠密型だ。闇の包容波、能力ゲージが満タンの状態の時に発動することが可能。闇の包容の発動中波、探知不可状態となるため、心音が聞こえない。またステインという赤い視点が消えるのが特徴的。しかし、通常攻撃を行うと外しても解除される。また、近くにいるサバイバーに見られていても解除されるので、意外と持続するのは難しい。これを行うと能力ゲージが完全に空になり、闇の包容が解除され、ゴーストフェイスには発見者の位置が短時間通知される。ただし、見つめてきたサバイバーがいるとキラーの画面に通知が行くため居場所がバレてしまう。闇の包容中には特殊な行動ができる。ボタン長押しによって、サバイバーを見つめる付け回しが可能となる。付け回し波標的のゲージを貯めることができ、満タンになると無防備状態となる。基本的にはそのまま付け回しをすることが可能だが、遮断物の後ろで付け回しを行うと、通常よりもゲージの速度が上昇する。
ちなみにゲージ波マックスになるまでサバイバーには見えなくなっている。無防備状態波約45秒ほど持続する。ただし、対象のサバイバーへの攻撃がヒットすると、ゲージ波解除される。また、闇の包容中でなくともしゃがみ移動が可能。ただし、移動速度が落ちる。闇の包容をうまく使うことにより無防備状態だけでなく、索敵も行いやすくなる。無防備にこだわるとかなり苦労をするので、狙える時だけ狙うようにしていこう。アドオン、画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像貼るから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、ゴーストフェイス、カメラに捉えられる。ドロップレッグタイプのナイフシース、髪跡のついたペン、の3つ。簡単に言うと、ゴーストフェイス、カメラに捉えられる、は、遮断物からの付け回し速度アップ。ドロップレッグタイプのナイフシース、は、しゃがみ速度アップによる奇襲がしやすくなる。髪跡のついたペン、は、回復速度アップにより、付け回しの頻度アップ。闇の包容だけでなく、付け回しの速度がアップすることが可能なため、積極的に闇の包容波解除していきましょう。固有パークについて解説していきます。地獄耳、旋律、隠密の追跡の3種類、一つずつ確かめてみよう。地獄耳、は、可視表示型パークです。このパーク派チェイス中であればとても有効なパークなのですが、ある一定の行動に対して派発動が微妙なところのあるパークです。では、わかりやすく分けてみましょう。可視化可能、窓、板の飛び越え、ロッカーの飛び出し、可視化不可、素早く静かに、のパーク発動中、板倒し、発電機の爆発、呪いのトーテム浄化、となります。意外と一定の行動が少ない、笑い、チェイス中で、板や窓といった壁を挟んだ場所では、サバイバーが見えるためとても便利なパークですが、基本的に乗り越えなどを激しくするのはチェイス中のことが多いため、遠くで動いているサバイバーを探知するには微妙となっています。ただし、壁を挟んで見えるので、エクセキューショナーやナースの特殊攻撃とは相性が非常に良いです。旋律、は、修理邪魔型のパークです。担いだ時のみ、修理をしていない発電機に対してブロックがかかり白く表示されます。時間波16秒と短いため、邪魔をするというよりも探知をするために使うのが良い感じです。この担いだ時に赤い発電機というのは、修理中の発電機なため、その周辺にサバイバーがいることが想定できます。また修理の進行度が高い可能性もあるため、イタチが飛び出した、クラウン、のパークと組み合わせて遅延をしていくのも良いかと思います。ちなみに単体だと、位置情報を把握するだけになることもあるので、なるべくイタチとセットにしたいところですね。隠密の追跡、は、ここね現象パークです。このパーク自体は、吊るすことによって発動をします。ですが、オブセッションが殺害か生贄にされるとトークンを失い、ここねが元に戻るというちょっと微妙なパークです。しかも、ゴスフェの場合は特殊能力の闇の包容によって心音を消せるので、そこまで恩恵を受けにくいパークです。オブセッションを4回吊るすには、サバイバー側が決死の一撃などを使ってオブセッションを変える必要があるため、4次発動というのが稀なんですよね。とにかく360度常に警戒するのが重要なキラーです。というのも、闇の包容によってここねが消えるため、付け回しを常にされている可能性があるためです。付け回し自体もかなり離れた距離で見ることが可能なため、遠くから見てることが多いんですよね。近づいてきた頃には無防備の一歩手前ということもよくあるので、しっかり周りを見るのが大事になります。もし発見することができた場合、キラーには位置がバレてしまっているので、闇の包容を解除して無防備状態になる危険を避けましょう。なるべくチェイスも闇の包容の解除がすぐでなければ避けたいところです。
付け回しがギリギリまで溜まっている可能性があるからですね。どうしても逃げるのが難しい場合は、遮断物に隠れる様に移動しましょう。発電機の修理などもなるべく隠れるように直すのが大事です。ゴーストフェイスが闇の法要を使用している際は、一瞬見ただけでこちらの位置がバレるきっかけになります。ですが、味方がチェイスしてて闇の法要が発動しているようであれば、代わりに見つめて解除してあげましょう。それにより味方の無防備状態になる可能性を下げることが可能です。とにかく、いつも以上に索敵と心音がしない時に注意するのが重要です。いかがでしたでしょうか？ゴーストフェイス自体は隠密が得意であれば有利に状況を作ることができるキラーです。ただし、付け回しの条件が通常では難しいのでアドオンがついている可能性が多いです。とにかく周りに気をつけて立ち回りたい相手ですね。さて、ここまでいろいろ解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番初買ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。